どうも、ニューヨークの屋敷です。お願いします。3日前にもですね、こうやって、ニューラジオの特別生配信がお休みになるということで、こうやって家で一人で、自撮りした動画をアップさせていただいたんですが、やっぱりすごく慣れません。恥ずかしいです。家の中にね、今僕一人しかいなくて、誰も聞いてない、誰も見てない状態でカメラに向かって、話すというのがこんなにも恥ずかしくて、やりづらいことだということ知りませんでした。3日前にね上げた動画もあれ実は5回ぐらい撮り直してますから、で別に一つも面白いこと言ってませんし、どうやって面白いこと言っていいのかもわからないんですけども、ちょっとまた一人で家で動画撮っております。これがなんでかと言いますとですね、ニューヨークのニューラジオ毎週日曜日、やってたんですけども、まあね、この間お話した通りそちらもちょっとお休みするということでして、で、代わりにですね、今回はニューラジオ特別編増刊号をちょっとアップしたいなと思います。まあ、テレフォンショッキングみたいにですね、日曜日にこう、その週あったゲストのトークのダイジェストをこう、やってたじゃないですか、笑っていいと思うで。そのイメージで、今回はですね、ニューラジオ特別生配信を、ちょっとええ感じのところをギュッとして、繋いだものを、皆さんに、ご覧いただこうと思っております。今回は、3月2日初日から、3月7日までの6日間の、ゲストの方たちのトークを皆さんにご覧いただきたいと思います。ということで、それでは皆さんご覧ください。ニューラジオ特別編増刊号です。どうぞ。カーズさ、漫才作るときにさ、そのめちゃくちゃ頑張ってさ、受けるパターンとかバーって考えるんか、うん、最初ネタ書くときおもろいみたいなも、うん、あんの自分の中でめっちゃこれおもろいなみたいな。ああ、ありますあります。特に主婦でも大体それ受けないです。そうやん、そうやろ、はい、でも好きやん。いやなんか削んの、そういう時は。それはもうギリもう何回もかけますけど、やり方なんとか受けへんかなみたいな。でも無理でしたね。一番顕著なのがその2017の決勝のネタが、うん、そもそもは、まあ、一緒のホテルに泊まるっていうの設定も面白かったんですけど、うん、一番やりたいボケが、うん、俺がシャワー浴びてるっていうボケがあったんですよ、うんうん、原さんじゃなくて、うんうん、俺がシャワー浴びてる時に、うん、原さんが勝手に入ってきて隣でうんこしらすっていう、うん、それはダメや。そうなんめっちゃおもろい。いや、おもろいだけや。そのユニットバスやったんかいっていう。面白いけど。言ってるわ。わし俺見たことない。でもそのお前のやりたいことがすっごいわかる。そうなんです。そういうことよね。これはもうほんまに30回も何でも50回ぐらいかけたの。めちゃくちゃやりましたね。あそこちょっとこうしようぜって。はい、和式だけちょっとやめとこうや。そうなんです。もう本当にやっぱりもうなんで。腹さすれとか。だから川瀬は本当に書くのがうまいんで、なんでうんこでこんな考えれるんだってちょっと思いました、ね。あんまり中学校とはもともと遊ばないね。地元的にな、うん、みんな高校の友達ばっかりだよ。へえ、珍しいが、そうなんだよな。確かに。でもまあ友達がこいつ高校2人しかいないから。大はそうだ、もう1人しかいない。そういうこと。大さん大学とか全然友達いないでしょ。大学は1人も友達いない。だからこれって意外なんですよ。大さんとあの大学で友達できひんってでもあることなんですよね。スタートダッシュ見せたり。なんかいや、スタートダッシュも何もスタートしなかったから、ほぼだから、ほんとそうですよね。なんかでも、やめるやないですか、そういうやつって大学を。あ、まあそうやね。耐えたやつって、マジ第3ぐらいの。あの、友達おらんやっけ。いや、そうよ。卒業してるんすっけ。いや、卒業してるよ。いや、大学友達ゼロで卒業するって、マジ無理じゃん。確かに大自然はあれやな、アイロンヘッドさんぐらいのスピードで東京に馴染んだもんな。まあまあそうかもしれんな。もうロジャーはもう後輩とかにもめちゃくちゃ慕われてるやん、東京で。そう、みんなとなんか遊んでるからね。なんかこんなさ、うん、やっぱ環境変わるって言うじゃん、東京来てさ、うんうんうん、大阪と時と比べていろいろ慣れない、うん、こんなだから信弘は結婚して子供2人生まれたしさ、ああロジャーはほら、うん、小沢さんハウスに住み出してさ、ああそうだ、こんな変わる2人もいないよね。確かに東京出てきて変わりすぎ、もう、ね、街とか全部変わってる生活も。そうよ、ね、まあ、俺スタート沖縄だからね、まず
あ、そうやな。そこから沖縄家族と住んで大阪で一人暮らしして。持ってたアメリカで生まれ落ちた。持ってたアメリカで生まれ落ちた。本当に。すごい移動してるやん。アメリカで産み落とされたのから。そう、だからみんなお父さんに、僕、俺ってどうやって生まれたのって聞くとき、まあいろいろあるけど、俺ちゃんとアメリカ仕様だったからね。白い布に、くるまれて、それをコウノトリが運んできたって言われたから。俺はピアスはしてないです。NSC の時、あ、ネックレスしました。なあ、マジ NSC 入るときにクッと外すんですよ、毎回。ノリのネックレスどういうとこ、ノリはどういうネックレス、アメフト部やろ、お前なんて。ただ俺はガタイいネックレス。だから。何ガタイいネックレス、ガタイいやつするじゃないですか。ネックレス。何しますよ。俺はマジで、これよりもっとでかかったんで。体重が。いや、まだちっちゃなってるよ。違う。体重が。めっちゃ出なかったんですよ、昔。俺やばかったんですよ。なんでこんな苦労してちっちゃなったんですか。違う。すごい苦労してるやん、メスとか。いや、苦労して、すごいいい体を手に入れたんですよ。そんなぐらいさ、苦労してるやん。違う。じゃあ、みんな、こいつなんだこいつとこいつなんだ、この、ここ二人。変なやつおる。6人か8人ぐらいでコンパしてて。懐かしいやろ、懐かしい。楽しなってんねん。エアコンパで楽しい。コンパしてて、じゃあ、ビールの人って。みんなビールやる、一人だけ女の子がなんかもうピーチウーロみたいな、ちょっと可愛いなんか甘い系のやつ頼んだ時、なんて言う、何も言わんって、何も言わんって、一人だけコンパあるある言いたいだけやん、みんなビールで言うのに、それ別に何も言わん、はい一人じゃピーチウーロって言うだけやん、その子がちょっと恥ずかしながりながら、私ピーチウーロみたいな、でちょっとフォローせなっていう感じってことなんか、周りもなんか受けに受けちゃった時のフォローみたいな一言。ああ、だから僕はその女子はピーチウーロンやるっていう、あ、逆にその少数派に立ってあげるっていう、その子に、なんでビール飲むねみたいな、あ、ピーチウーロンやんけ、ああ、いいね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 、なんやねビールって、いやしんどいけどなお前。いやいや、そんな感じ全然しないんじゃない。いや、ピーチ関西じゃん、ピーチウーロン、ごちごち関西合コン芸人、これなんすよ、ごちごち関西合コン芸人くんよ。これなんだ。じゃあニューヨークさんにもあげますから、もう第7世代のリーダーになってください。いやそれは見覚えっすわ。急に引退やめてくださいよ、こんだけ組み大きくして。下国明星とほんま交代っていうその約束してくれねえと、ほんま第7世代のツイッター、じゃあいいっすか、ニューヨーク、じゃあ交代、じゃあこれから第7世代のリーダーは、ニューヨークですって、うん、いいですよ、つぶやいてもらっていいですか、いいですよ。リーダーで、あ、一気にそこまでやらしまい、俺らスタッフでよかったんですよ、せいやさん、俺ら末端でよかったんですよ。いやいや、ダメです、ずるいです、リーダーになってください。リーダーが一番やばいんで、ちょっと足震えます。すいません、今俺今まず、キムさんは誰と入ってきたんですか。俺一人で入ったよ。それはどうなんすか。俺と組むまでのさ、キムのちょっとコンビの経歴ちょっと聞いたって。どういう順番やったっけ。まずマロンバロン、マロンバロン君で、マロンバロンで A クラス入ったんやけど、その時ボケでね、ボケ、めっちゃすごないですか、ボケだったんすか、キム俺と組むまでボケ、めっちゃすごないですか、マロンバロン、いやマロンバロンな、マロンバロンか、マロンバロンで、そこから解散して C クラスまで落ちて、落ちますよね、あれ絶望っすからね、 MSC で C に落ちるって、でそこでもともと純情一直線の長谷川と、そいつも解散したから、その長谷川ってやつと、いちごマジックっていうコンビ。ずっと何言ってんの。可愛いな。ずっと何言ってんのこれ。可愛い名前つけるな。可愛いな。マロンバロンとかいちごマジック。いちごマジック。見た目あれでしょ。見た目あれ。確かに。怖い見た目。見た目ずっとある。仏像。逆にみたいなね。何が逆やね。コスドロみたいなヒゲしやがって。屋敷さんぐらいなら本当いつも殺せますよ俺は。なんでやねん。なんでやねんお前。そんな。お前強いのか。お前は。一番中肉中背でなんだか。なんだ。ね。もう悪いのかお前は。いや、悪いとか悪くないとかじゃなくて、それは千葉のお前気合だけで。何ですか。え、童貞捨てたのいつだお前。いや、高2ですよ。高2早いな。かっけえなお前。かっけえくないでしょ別に。ギャルサーの先輩に。いや、すごいよ、かっこいい。会ったのが遅いよな。それは遅いです、23ぐらい。会ったのが、だって彼女できたことないから。
あ、そうそうそう。え？これ毎回驚いてるけど、何回も聞いてるから。そうそう、嘘だよ。結構言ってます。今まで？怖いぐらい忘れてるよ。え、23相手は誰だった？まあバイト先の人です。居酒屋バイトしてたんですけど。その子から花束届いてた。そうそう、決勝、そう、M1 決勝行った時に。そうそう。初体験の女よりみたいな。無限大ホールに届きました。だから無限大のそのピラミッドも一人で。あ、出たし。その、一番下からスタートしてやってたんですか？そうそう、あ、戦ってたんですか、一人で。そう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 、出てたりしてた。え、どんなネタしてたんですか？漫談っすか？あの、スーツ着て、うん、で、あの、タバコを吸おう思って、うん、で、ライター探したらライターなくて、うん、あの、とかやって、あの、なんとかして、こう、火つけようっていうほぼ無声の尖りチラシコントです。チャップリンみたいな。チャップリンみたいなことしてるんですか。世界で売れようとしてる。マジムズないですか、それで爆笑まで持ってくの。でもそれで無限大の一番下から一個上がった。無声で。すげえ。すげえわ。ほぼ無声で。すげえな。ノブ君の兄貴がもう、だ俺これ怖いのよ。この間徳島の営業ってな、俺のこと睨んでたもんな。いや、ちょっと、俺だから、親父無視したんや、怖くて。ノブ君の兄貴。ちゃんさ、俺はなんかで言ったのよ。そう、ネタ終わりで、親父、池田さんのこと好きや。で、横に広瀬さんおるから、ノブの兄貴ね。ゆきおちゃん、ゆきおちゃんとお父さんが言うてんの。ヒロさんおるから古虫してそうだ。いや、ヒロちゃんって言うまずどう言ったの、ヒロシさんは。190のリーゼントで、初めて挨拶した時に、大西ライオンさんとで、あ、どうもデニスの上野です。ほんまこの前な。うん。あ、相方やから。初めて10年です。よろしくお願いしますって言ったらそのまま。え、だえってなんか聞こえてないかなと思って。よろしくお願いしますって言ったらまたそのまま二方立ちで睨んでるだけやった。やばいやばいやばいってなって。嘘やん。ノブ君ノブ君、どういうことって。お前の兄ちゃん。ノブ君の兄ちゃん。そんなわけないもんな。そんなわけない。なんであれ無視やったみたいな。10年前からあるね、パチンコ屋があるんだけど、そこの従業員、10年前だぜ。マジでニューヨークのネタ。8人ぐらいいて、6人変わってない。え、8分の6がマジで変わってない。だから楽すぎるんだよ。あ、なるほど。忙しくもないし、老けたもん、みんな。お前も老けたんだよ。30代で、多分当時で30代前半か、もしかしたら20代後半ぐらいの人がいたの。はい、俺は朝のね、朝帯に働いてる人。はいはい、で、その人、朝は駅前でティッシュ配って、朝の夕方の、もう3時とか4時ぐらいまで働くっていうルーティーンの人がいたの。小柄ですっごい愛想のいいね、可愛らしい人だったの。はいはい、もう老けたもんね。あ、老けたって思う、毎回。でもそれは、ダイさんのことをみんな分かってますかね。あの人はもしかしたら気づいてるかも。いや、気づくよ。マジで変わってないんだよ。男も女も。あのさ、気づかれてないというか、はい、自分が顔を覚えられてるって思ってないじゃん。思ってないです。ちょこちょこ行くパチンコ屋。一切思ってない。100% 覚えてるよ。あー、でも、あれっすね、その、俺、マスクしながらでもやっぱり俺めっちゃ独り言言っちゃうんですよ、負けてる時。マジ？はい。俺それないわ、マジで。え、独り言言わんすか？絶対言わない。俺はだからその7万の窓、あ、その12万事件の日とかも、うん、もう友達と大学の連れと行ってたんですよ。もうちょっとやばかったよ。負けてる時マジめ、ずっとマスクのこう、何喋ってるかわかんないけど、もごもご動いてるのはわかるみたいな。え、それ言わんすか、独り言。独り言は言わん。俺が何したってんだよってマジ言います。俺が何したってんだよ。俺が何してったんだよ。打ちひしがれてる。俺は、やっぱ、その、引きが弱いって自分で、もうこう、分かってるから、どうせ外れんだろうは言う。悲しき、悲しき独り言ですよね。